回目、8回目になるということで、本当に大変お世話になります。スタッフの皆方、ありがとうございます。そんなわけでですね、今お子様来ていただいたので、じゃあドラえもんの、主題歌になりましたね、ひまわりの約束を歌わせていただきます。駅まで歩く気持ちに加わって太郎さんの夢を知っていただきたい。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分よ悲しむから、辛いのかどうちかわからなくなるよ。ガラクタバKimi ni egao de irareru yori himawari no yona masugu na sono yasashisa o nukumori o zenbu konekara wa boku mo todokete yukitai koko ni幸せに気づいたから。 YouTube 見てる勉強する。もう見ないぞ。遠くで灯る未来、もしも僕らが離れて、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる。この瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日に手を振る時に笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさも、ぬくもりも全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。笑顔でいられるように。
これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せの意味を見つけたから。最高のギター鈴木敦志、須田大介、ベース山本正人、ドラムス小野高成、ボーカル山崎裕一、よろしくお願いします。いやもう気持ちきて気持ちきてやばいねこれ。ありがとうございます。いいよ。高神社来ないと。アップ、アップ、アップ。ワンナイカニバル、胸の奥は次々と音立てるエンジェル。とにかくもう学校の家には帰りたくない。たのさ、夜の闇に逃げ込んだエンジェル。俺たち、俺たちまるでセレゴみたい。エンジェル。 Can you master baby, master baby? Can you master baby, master baby? Can you master baby, master baby? Can you master baby solo?Baby, be my baby. Can you master baby?
たことに、ボケなんてねえんだよ。ただ少しだけ不器用だったかもしれない。あー疲れたよ。ちゃんと止まってないとダメだよそれ。頑張ってます。さあ最後皆さんもうちょっと盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。あたご神社に恋しているのさ、この夜に恋してるのさ、やがて海が見える、寂しいステージラストの曲、私たちが、18の時にやった